東北、山形、庄内地方。美しくかつ荒々しい日本海に面するこの土地では、古くから人々の生活の中に釣りがあった。楽しみのため、魚を食するため、もちろんそんな理由もあったが、庄内では精神修行のためにも釣りが行われていた。遠く江戸の時代、庄内藩の武士たちは自らの体と心を鍛え磨くため、波しぶきの降りかかる荒い磯に出向き、大小の刀を腰に刺したまま、四軒の長さがある庄内竿を使って黒鯛に勝負を挑んでいたのだ。だからこそ今もなお、武士道が結果のみにこだわるのではなく、その過程にこそ重きを置くように、庄内の黒鯛釣り師たちは釣り上げることのみを目的とするのではなく、一匹の魚と向かい合うとき、自らの釣りの道を探るような表情を見せるのである。フィッシングを愛する者のいるところ、どこにでも現れる不思議なカフェ、フィッシングカフェ。今日はどんな釣り人がどんな話を聞かせてくれるのか、フィッシングカフェ開店の時間です。庄内の海岸線は実に様々な表情を持っている。切り立った崖のような場所もあれば、果てなく岩場が広がるようなところもある。しかしその風景の中でただ一つ共通したことがある。それはどの場所にも必ずと言っていいほど釣り人の姿があるということだ。荒磯で、防波堤で、船着き場で、釣り人たちは皆海を見つめている。庄内では釣りが人々の生活の一部として取り込まれている。釣りは単なる趣味ではなく、特別な行為ではなく、生活の中の一つのありようとして捉えられている。佐々木誠二、新聞社に5年勤務した後にフリーカメラマンとして独立。その後1994年に釣り東北の名で出版社を立ち上げ、東北地方の釣りを広く紹介している。大竹純一、地元鶴岡の出身で、子供の頃から磯釣りを楽しむ筋金入りの磯釣り師。佐々木とともに創刊から雑誌「釣り東北」の執筆に携わっている。自分にとっては一つのロマンであり歴史ですね。やはりこの仕事をやって歴史も見てきたし、やっぱ自分がいろいろ取材に行って、こんな大きいの釣ってるとすごくいい状況の時釣れるじゃないですか。そうすると自分も竿を出したいんだけど仕事だからできないっていう、そのフラストレーションがあって、絶対いつかそれより大きいの釣ってやるっていうのがすごくあって、やはり自分でも仕事抜きでプライベートでやって、でやっぱなかなか大きいの釣れない。でも最後に50オーバー釣った時はすっごいこうある、なんていうかね、自分の目標、夢の達成っていう達成感みたいなのがあって、でそれがすごくこう何年もこうずっと50オーバー釣りたいという夢を持ってたのが、十何年後に初めて釣った時はすごくもうやったーっていう感じだったんで、一つのもう夢ロマンみたいな感じですね。もう釣りに挑戦ですね。っていうのは黒鯛っていうのは必ず釣れるわけじゃないんですよね。ですからその釣れない時にまたこの次、またこの次というふうにして回数を重ねていって、それでやっと釣れたと。でもう今はもう現代の釣りというか浮き釣りになってきて、それでまあある程度数も釣れるようになってきてるんですけども、それでも今度はサイズアップを狙っていく、そういうふうに釣りにも挑戦という形のになってます。私は
江戸の時代から庄内では武士たちがこぞって磯釣りに熱中していたという。庄内藩の11代藩主である酒井忠有も自らが釣り上げた魚を日本最古といわれる魚拓にして残している。文献による庄内最古の記録は、当時庄内藩の師範であった松山藩第2代藩主酒井岩見の神忠康公が渥美温泉の湯治に行った際に浜遊びと称して釣りを楽しんだという記録が残されている。そして享保3年1718年、時の第6代庄内藩主酒井忠真公ご一行110名が渥美温泉に湯治に来て奥方同伴の浜遊びで磯釣りを行ったと残されており、これが庄内藩の殿様の釣りの初見である。二人の釣り武者はまだ真剣勝負を求め竿を振り続けていた。昔で言うとやはりその船着き場、昔はね、今みたいなこういうコンクリートがなかった時代ですから、その砂浜とかこう打ち上げっていうか船を引っ張ってますよね。でもそういうところってただベラーンとしたところじゃなくて必ず入れになってるところですよね。でまたあの北前船等とかこう着く船っていうのは大きいですから、必ず砂浜には着けないんで石を積み重ねてまあそれこそあの防波堤みたいな港みたいなものが築かれてますから、そういうところで釣ってたと思います。おたけさん、よしよし、まあまあだな、まあまあ、ちょっと待ってね。入った？よし、入った。あ、やった、嬉しい、やりました。おたけさんおめでとう。よし、やったやった。すっごい。ネリーサ。ネリーサで。あ、味はいるから。はいはい、持って持って持って。やりました。おお、結構です。いいじゃん、40オーバーだ。うん、将来の活路。よし、来た。よし、来た。来たよ、おたけちゃん。終わり。救ってくれる。よし。おっと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 、ちょっと待って、あんまり無理しないからここ、うん、もう見えてる、ほら、はい、
入った？いや。よかった。ありがとう。いや、遠来の客を歓迎してくれました庄内の黒鯛。ちょっと待って。いやいや、後で待つから。いや、これもちょっと40ちょいくらいありますね。いやー、難儀した。いやー、ほんと難儀しました。いやー、クロダイね、結構僕もやってるんですけど、やっぱ庄内のクロダイは正直言って難しいです。ちょっと風が吹くとほとんど釣る場所がないんですね。ですから、もうっていうことなんで、みんな上がってくるんで浅いんで、かかってもすごくこう根ずれとかでばらしやすいんですよ。例えば武士道というと、刀を持って相手と対峙っていうか、戦う場面あると、もうそれこそいつどこから切り込まれるか分かんないっていう、もうすごく真剣勝負で、もうまして自分が先手でいかないとやられる場合もある。でその部分ではすっごい神経を張り詰めて、その刀、相手の目、一挙手一投足にものすごい神経を使うと思うんですよ。でこのクロダイの釣り、今でこそまあ浮きになってますけど、浮き釣りが主体ですが、昔は竿先だったと思います。竿先の微妙な変化、もしくはグランって言った、そこの竿先に全神経を集中させてる。で自分は今日なんかはやっぱ浮きの動き、じっと見てて、もう地合いが来ると微妙な変化、前あたりとかちょっと引っ込んで、そこからスーッと入っていくとか、止まってたらちょっとさせてスーッと入る。もうその浮きに神経を集中させて、じっとこう見る。その辺がすごく共通する部分があるんじゃないかと自分は考えています。江戸時代、武士が釣りを精神修行の場としたことで、この地の釣り文化が生まれた。数々の磯場が見出され、さまざまな釣り方が考案され、名館といわれる庄内竿が生み出され、やがてそのすべては庄内に暮らす人々の生活と混じり合い、昇華されていった。この地では釣りは趣味でも遊びでもない、間違いなく生活の一部であり、人を作り上げていくたしなみであるのだ。フィッシングを愛する人がいれば、どこにでも開店するフィッシングカフェ。